立山義則は大阪府大東市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。現役引退後は野球解説者を務める。中学時代はボーイズリーグの大東縄手に所属。この時オーバースローから現在のサイドスローとなり、6番手ピッチャーから一気にエースとなる。東海王業星高校でもエースを務める。なお、後にテキサスレンジャーズで、 チームメイトになる上原浩二とは同級生だった。また、ラグビーの大畑大輔とも同じ高校の同級生で友人であり、3人は1年時には同じクラスだった。1993年夏の甲子園不予選では、準々決勝に進む。上空校を相手に先発を任されるが打ち込まれ、上原に後を託すが4から7で敗退した。高校卒業後、 数チームのセレクションでは、結果が出ずに、高賀総合科学専門学校を経て、松下電機に入社。1998年の都市大校に大阪ガスの補強選手として出場する。1回戦では、NTT 関東を相手に高騰、勝利投手となった。日本選手権大会では関東勝利でベスト4に貢献。同年のドラフト2位で日本ハムファイターズに入団。 1999年、新人ながら6月から完全に先発ローテーションに定着し、防御率2.89で6勝を挙げる行動を見せた。名護市のネオパーク沖縄内にあるヤンバルクイナ保護施設を訪れた際には、勝利の数だけ寄付すると約束。2000年、開幕3戦目に先発登板するなど前半はローテーション入りして6勝を挙げたが、 防御率は5点台に悪化し、後半はチームが好調だったこともあり中継当番も多かった。この年より前年に寄付を約束したヤンバルクイナ保護施設に一生ごとに1万円を寄付する活動を続けている。この年のオフには施設に連絡なしで募金箱へ6万円を投入し、突然大金が入った募金箱に一時は警察に届けようと騒動にもなった。後に、 立山の善意による寄付と判明し、ネオパークではヤンバルクイナ海という施設応援団も結成されるようになった。2001年、14イニングでの本塁打を浴びる、不安定な投球で故障などもありわずか10試合の登板にとどまり、2軍でも成績を残せなかった。2002年、中継ぎとして45試合に登板して、防御率2.29の成績を残す。 短いイニングに専念することで、ストレートの球威が増し、持ち玉の鋭い進化と、スライダーも生きるようになった。シーズン後半には、プロ初セーブを記録。2003年、前年2桁セーブを挙げていた、芝草空、岩バ友和が共に安定感を欠いたため、シーズン前から、抑えとしての投用が予定されていた。序盤故障で出遅れ、伊達昌司が、暫定的に抑えとなったが、 6月に復帰後は安定した投球で抑えに定着。自己最高の防御率2.17で15セーブを上げた。9イニングあたり1個未満と支給を急激に減らし、パリーグでは豊田清志に次ぐ安定感を見せた。2004年、抑えの起用が予定されていたが、開幕2戦目のシーズン初登板で、さよなら負けを喫しコンディション不良もあり登録ましょう。 大役で高等していた伊藤剛氏が故障した際、横山道也が起用され、抑えに定着したため、6月に復帰後は横山に繋ぐ中継ぎとして起用された。41試合に登板して、防御率2.33と3年連続防御率2転台、前半の安定した内容で、セットアッパーとして活躍した。リーグ最多の13ホールドを挙げ、自身初のタイトルである。 最優秀中継ぎ投手を獲得。最優秀救援投手に輝いた横山と共に、縦横コンビの愛称で呼ばれた。2005年、45試合に登板したが、防御率3.68と、やや安定感を欠いた。前年抑えとして活躍した横山が、シーズンの終盤には、大役で抑えも務め、2年ぶりのセーブを挙げた。2006年、 自己最多の46試合に登板し、武田久し、岡島秀樹、マイケルと共に、協力リリーフ陣を形成、チームのリーグ優勝、日本一に貢献した。2007年、先発復帰を志願し4月1日に6年ぶりに、先発登板、7年ぶりに先発勝利を挙げた。しかし5月中旬に試合中に右足を痛めて、降板するとそのまま二軍落ちし、 自己最小のシーズン7試合の登板に終わった。チームは2年連続でリーグ優勝し、クライマックスシリーズも勝ち抜いて、日本シリーズ出場を果たし、日本シリーズでは1軍に合流し、第3戦に登板。2008年、再び中継ぎに戻り自己最速時速 148km を記録したストレートと時速 100km 台のスローカーブのコンビネーションで、 自己最多58試合に登板し、23ホールドポイントを記録。8月頃からは調子を落とし救援失敗が目立ち始めていた、武田久志に代わり、マイケルにつなぐセットアッパーを務めた。しかし、レギュラーシーズン終了後に痛めた右内転筋痛で、CS の前日に登録抹消になった。しかし、最終的には、自己初のシーズン50試合登板を達成した。 2009年、前半は、セットアッパーを務め防御率1点台も、後半に腰痛を発症した影響で請求が甘くなり、7敗を喫している。2010年、宮西久夫と共にセットアッパーをこなし、部長の武田久志に代わり抑えを務めることもあった。9月12日に、事故2回目のシーズン50試合登板を記録した。最終的に、武田久志と並ぶ。 チーム2位の58試合に登板、チーム1位の26ホールドポイント、自己最高の防御率1.80を記録。オフには、ジョービックと代理人契約を結び、海外 FA 権を行使してのメジャー挑戦を表明した。テキサスレンジャーズでの現役時代2010年11月30日に、テキサスレンジャーズと80万ドルの1年契約を結んだ。二千十一年、 スプリングトレーニングでは4試合の登板で防御率7.71、ホイップ2.57と結果を残せず、3月15日に参加のトリプル a 級ラウンドロックエクスプレスが行う、キャンプ行きを通告された。トリプル a 級ラウンドロックでは14試合の登板で1勝、0敗1セーブ、防御率2.14、ホイップ1.00、脱三振率11.14、 よし9率1.71という好成績を残し、5月23日にメジャーに昇格。5月24日のシカゴホワイトソックス戦の7回にメジャー初登板を果たし、5月28日のカンザスシティロイヤルズ戦では3回に案内1失点でメジャー初セーブを挙げた。6月21日のヒューストンアストロズ戦でメジャー初勝利。 8月23日まで32試合の登板で、防御率2.60、ホイップ0.78、非本塁打4と安定した投球を続けていたが、8月24日のボストンレッドソックス戦で本塁打を浴びて、以降5試合で4本塁打を浴び、特に9月3日のレッドソックス戦と9月10日のオークランドアスレチックス戦では、メジャー史上2人目となる2試合を挟んでの2者。 連続満塁本塁打を浴びた。その後2試合の登板は無失点に抑え、レギュラーシーズンを終了。ポストシーズンでは、タンパベレーズとのディビジョンシリーズのロースターからは、外れたが、デトロイトタイガースとのリーグチャンピオンシップシリーズで、ロースター入りし、第3戦で、初登板を果たした。しかしセントルイスカージナルスとのワールドシリーズの、ロースターからは、外れ、チームは、 第7戦で敗退。10月31日には、球団が年俸100万ドルのオプションを行使して、契約を延長した。2012年、スプリングトレーニング終盤にぎっくり腰を発症し、4月4日に、故障者リスト入りして14日に、AAA 級ラウンドロックに降格。5月21日に、メジャー昇格したが、6月16日に、AA 級へ再降格。 4月29日に同じ中継ぎ右腕のマークローの故障者リスト入りに伴いメジャーに再昇格したが7月14日に再降格。ラウンドロックでは試合の32登板で4勝0敗6セーブ、防御率1.13、ホイップ0.91の成績を残し9月1日に再昇格。9月9日のレーズ戦ではわずか2球で3アウトを取り、 僕の野球人生ではないことなので、いい記念になりますね、とコメント。最小覚悟は3試合の当番で1アンダー1、失点を記録。ポストシーズンでは、ボルチモアオリオールズとのワイルドカードゲームで、ロースター入りするも、当番機会はなく、チームは敗退し、ディビジョンシリーズ進出を逃した。10月30日に球団が、翌年の契約オプションを行使しないことを発表し、 FA となり、12月20日に、レンジャーズとマイナー契約で再契約した。2013年、スプリングトレーニングに招待選手として参加したが、腰の張りを訴え4試合の登板で、防御率4.50、ホイップ1.25を喫する。3月21日に自由契約となり、3月23日にマイナー契約で再契約する。 ラウンドロックでは23試合の登板で0勝1敗、1セーブ、防御率4.24、ホイップ1.38の成績を喫し、メジャー昇格はならなかった。2013年6月21日に後日、発表選手とのトレードで、ニューヨークヤンキースに移籍。トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリレールライダースでは、先発登板し3回を投げた8月31日の、 リーハイバレーアイアンピックス戦を含む21、当番で2勝2敗1セーブ、防御率1.70、ホイップ0.96の成績を残したが、メジャー昇格はならなかった。オフの11月5日に FA となった。2014年1月8日にマイナー契約でヤンキースと再契約した。スプリングトレーニングではリリーフとして7試合に、当番し1セーブ、 防御率1.13、ホイップ0.88だった。4月3日にトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリエイ同士、9試合に登板。0勝1敗、防御率6.08、ホイップ1.42を記録したが、5月9日に契約を解除された。阪神時代2014年6月25日に阪神タイガースに入団した。背番号は、 赤星のリ博が2009年の現役引退までつけて、以来、き番号になっていた53。7月29日に一軍登録され、即日2点ビハインドで、日本球界復帰後初登板を果たすもに失点。手薄な中継候補として期待されるも8試合の登板に止まった。11月5日には現役を引退することを表明し、12月2日に自由契約公示された。 2015年から日韓スポーツ解説者として活動。また本数契約で北海道放送、北海道文化放送、北海道テレビの中継で解説を務める。2017年9月11日、エネオスアジアプロ野球チャンピオンシップ2017の日本代表投資コーチを務めることが発表された。2018年1月23日、 エネオス侍ジャパンシリーズ2018日本 VS オーストラリアの日本代表投資コーチを務めることが発表された。2018年8月20日、2018日米野球の日本代表投資コーチを務めることが発表された。2019年1月31日、エネオス侍ジャパンシリーズ2019の日本代表投資コーチを務めることが発表された。 2019年10月1日、第2回プレミア12の日本代表投資コーチを務めることが発表された。跳ね上がるようなフォームのサイドスローから最速90マイルパーアーの速球を繰り出し、スライダーとシンカーを決め玉とし、メジャーでの通算脱三振率9.00と脱三振が多い。特にスライダーは時速1 1 0トル台前半から時速1 3 0トル近くまで、 緩球をつけることもでき、2010年の投球割合は、全投球の51%に及び、さらに脱三振時の決め球としての投球割合は63%を、締め、左つは、121をマーク。家族は2002年に結婚した4歳年上の妻と、一女。上原、大畑とは、高校時代の同級生という縁から、プロ入り後も、オフシーズンに、 亀山ヤマの亀ともスポーツマンデーなどの番組で共演している。ワインツーであり、家にはインセラーがあるとよくインタビューで語っている。先輩の片岡敦氏が引退する際に家に顔つきが竹井壮と似ていることを自他ともに認めており、阪神タイガースのツイッター公式アカウントでもネタにされたことがある。レンジャーズでは、 キャッチボール相手のネフタリフェリスや英語を教えてもらっているデレク・ホランドワインのやり取りをするというダレン・オリバーらと仲が良かった2014年にスクラントンとの契約を解除された直後には38歳という年齢などを踏まえて現役からの引退を考えていたというしかし地元球団で球援陣の強化を求める阪神からのオファーを受けたことを機に 現役続行と4年不利の NPB 復帰を決意した。阪神では入団と同時にチーム最年長の選手になった。2010年に巨人から戦力外通告を受け同じ年に渡米した村田徹はアメリカでの自主トレーニングのパートナーであり、後に立山の古巣である北海道日本ハムファイターズと契約を結んだ。ありがとうございます。